はい、皆さんこんにちは、ハクアレノンです。今日もね、ハクアレノリウムの方やっていきたいと思います。今日の主役はですね、もう画像でお分かりの通りバトラックスキャットですね。最近結構ね、出演回数が多くなっているバトラックスくんですけど、今回はですね、金魚ですね。金魚、前回ね、ちょっと早でね、なかなか捕食のシーンね、取れなかったのでね、今回金魚でやってみたいと思います。で、今回ね、動画始まったんですけど、金魚、結構、別下っていうね、小赤よりも、ワンサイズ、ツーサイズぐらい大きい、結構大きめの金魚を30匹ぐらい買ってきまして、で、10匹空腹中のバトラックスくんの水槽に入れました。もう今ね、食べようとしてましたけど、あれちょっと予行練習かもしれないですけどね、一回口を大きく開けてね、これ10匹今います。でちょっとね、混ざり込んじゃったのが1匹いるんですけどね、ちっちゃいのがね、これはまあ置いといて、10匹、バトラックス対この10匹の金魚のね、死闘が繰り広げられるというね、まあ、どういった動画になるかわからないですけども、今もね、もう早くも1匹ゲットしそうになりましたけど、やっぱり前回のなんか早を上げてる動画と違って、やっぱり金魚の方が、やっぱりこう近づいていくんですよね。この辺がどう出るかということで、10匹対バトラックスです、金魚。はい、ということでね、バトラックス対ね、10匹の金魚ですけれども、まだね、捕食してないんですけど、もうなんか、多分、すぐするんじゃないかっていう感じですよね。今回10匹いるっていうのもあるし、まあ、金魚なんで、金魚って割と警戒心が薄いんですよ。なんで、こう、結構近づいていくんで、バトラックスにね。もう、すでにこの距離も、この距離でいけないときついよな、バトラックスくんもね。今の距離はね、もうほんと射程距離なんですよ。で、この前のハヤと比べて、全然、その、スピードがないんで、金魚は、ハヤよりも。ハヤはほんとスピードが速い魚なんで、その、バトラックスも、やっぱりその、一瞬のね、その、一瞬で食べるスピードもないんで、それを鑑みると、やっぱ金魚の方が絶対食べやすいんですよ。だから、やっぱりこの、10匹いますからね、これ早めに捕食シーンが見れるんじゃないかというふうに私は思っておるんですが、ね、今、ちょっとお腹大きくなっちゃったんですけど、これ実は、ちょっとなかなかね、金魚を食べてくれなくて、ちょっと目離した隙に食べちゃったんですよ。2匹行っちゃいました。なんかね、もう行かないだろうって思ってた距離感のところで、ちょうどカメラ回してなくて、ちょうど回してない時に2匹食べちゃいました。これはね、本当に申し訳ないというか、なかなかね、ちょっと食べなかったんですよね、意外と。テイク数もちょっと多くなってて、なんか金魚もなかなかダメかと思ってたんですけど、その矢先だったんでね、ちょっとまだお腹でね、今金魚動いてましたけど、ちょっと取ってない時に2匹食べちゃいましたね。あっと行ったかな、今行きましたかね。今ちょっと行けなかったか。今逃したんでしょうね。まあ2匹食べたんですけど、まだまだあと8匹いるんで、まだ十分ね、お腹めっちゃ動いてますね、金魚が。これお腹の中で金魚がまだ生きてるんですよね。バトラックスってもう完全にね、噛まないで飲み込む丸飲みなんで、しばらく多分お腹の中で生きてるんでしょうね。で、まだ8匹いるしね、まだこのお腹だとまだまだ入るんですよ、バトラックスくんは。そんだけ、これ、いかないかったか。まあ、こんだけね、そんだけすっごいお腹に入るんですよ。いけなかったっすね。今本気モードだったっすよね。今でも本気モードでもやっぱり反転して食べるのは相当なタイミングが合わないと。ああ、これ行きましたね。今ちょっと見づらかったっすね、右側だったんで。今分かりました。今右側面、バトラックスくんから見て右側ですよね。だからこっちから見ると見にくい方になっちゃうんですよ、バトラックスの体に隠れて。また来ましたね、2匹目。まあ、撮影して2匹目。これで合計4匹か。
全部右ですね、撮影中は。左の金魚を食べてくれるシーンを撮りたいんですよ、本当は。左の方に来たやつ食べてくれれば、こう飲み込む瞬間がね、がっちり撮れるんで、そこを狙ってるんですけど、ちょっとね、やっぱ、ちょっと位置がね、バトラックス君の位置が奥の方にいるじゃないですか。だからこれ、左側、スペースがあるから、キング来やすいんですけど、その分逃げられやすいんですよね。で、右側に来た場合って、スペースがないんで、その、バトラックスも、あ、今また3匹目行きましたもんね。やっぱ右側の方が食べやすいんですよ。来た時にね、金魚がほら、スペースがない分だけ、こう、後ろのガラスに当たっちゃうんで、逃げ場が上しか、後ろしかないので、あんまりこう、空間がないんでね、やっぱ右側に来た、3回とも撮影中に食べたのはやっぱ右側でしたね。本当は左側なんですけどね、左側で、左の方に来てほしいんですけど、金魚も食べてほしいがのごとく右側に行ってますよね。撮影してなかった時にね、2匹食べた時は1匹だけ左側のやつ食べたんですよ。だから結構ね、がっつり入っ、あの撮影してて、撮影もしできてればがっつり口の中にね、入るところがね、がっつりちゃんと見えてるのが撮れたんですけど、そこちょっと逃しちゃったのが惜しかったですね。ちょっとこれは課題ですよ、私の。まあ一応ね、捕食3匹行きましたよね。全部右側なんでね、ちょっと見にくいんですけど、まあやっぱ金魚はやっぱり近づいてきますね、ハヤと違って。でまあやっぱり俊敏性がハヤに比べるとだいぶ遅いんで、バトラックス君も食べやすいんでしょう。短い間に、撮影がちょっとしてない時のやつ含めたら5匹いったのかな。結構別下あって、まあまあ大きい金魚、自分の体長の半分ぐらいあるんですよ。これをね、短時間で5匹いってますからね。残り5匹、まだ食べようとしてますから、全然まだこのお腹でまだ全然いけるってことですよ。このお腹結構ね、もう普通の魚だったらもう食べないですよ普通。逃しましたね。今口の中入ってましたよね、あれで逃すんですからね。口の中に、もうほんと丸飲みなんですよ。口の中に入ってんのに、あのまま噛んで、で、そのまま噛んだまま飲み込んでいけばいいのに、あれ噛まなかったじゃないですか。だから本当に丸飲みってもう、口に引っ掛けるとかじゃなくて、多分歯もないんで、本当に丸飲みなんですよね。吸い込むようにしか食べれないっていう、珍しいですよね。で、お腹の形がちょっと変わってきましたね。これやっぱり中の金魚が、だんだん最初の食べた金魚が消化されてきたんですかね。今右絶好の位置にいますけどね、今。これ、だんだんこれ外すようになってきた。これ、最初の頃だったら多分外してないんですよ。多分お腹が邪魔してる。お腹が邪魔してるっていうか、まあ、いっぱい食べてるんで、食欲もだんだんさすがのバトラックス君もね、最初の頃のね、空腹状態よりは、あんまり、でも行きましたね。4匹目。撮影中4匹目行きました。ね、見ました?全部右側ですね。これでね、撮影できなかったの含めて6匹行きました、6匹。6匹。で、4匹撮影できましたね。全部右です。残念ながら全部右。さすがにもう、あと4匹か。もうちょっと無理かな。さすがに今日は無理っぽいっすよね。明日には多分全匹いなくなってる可能性あるんですけど、さすがにこのお腹見てると、やっぱ左はもう金魚も来ないですしね。やっぱ左にいるのを食べてるのを取りたかったんですけど、まあ今回4匹は取れたんですけどね、お腹がだいぶやばいっすもんね。何匹食べたのかな、これ。ちょっとさっき目離しちゃったんですけど、だいぶ食べたんでもうダメかなってことで。で、
ちょっと引いてみると残り3匹なんで、あ、食べたんですね。撮影してない時にもう1匹食べたみたいですね。ということでね、バトラックスキャット対ね金魚10匹の結果は、撮影してない時に3匹食べて、撮影してる時に4匹食べたという結果でした。ご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。バトラックスキャット、明日には多分3匹残り全部食べてんだろうな。